なんか譲る立ち回りをしてみよう。あーやる気じゃん。じゃあ次監督とりあえずやればいい。もう散々やったからな俺。ちょっと俺らね疲れてるんで。俺はまだまだやれるけど。ハマーみたく組み合わせやってないけど、俺両方でやったからね。うん、両方と20戦、30戦ぐらいやったから。フェスのいじめ配信。まあでもいじめられるほどのキャラメンツでもないからね。だいたい誰が来たら癒しなるみたいな。そうですね。ゆっこは結構きついんだっけ？ゆっこは多分強いかな。ゆっこがちょっと有利で、ゆっこが一番有利すべきキャラがベースかなっていう気がちょっとしてるんでね。結構やりやすい。俺は大キャラなんだけど、まあこうちゃんとかはすげえ有利。俺は知らないだけで、なんだろ、知らないユニクリっていうのは不快なんだ、やってて。いや、それはなんとなく分からんことだね。イーダベースっていうキャラクターが。それは分かる。拘束時間の長い感じみたいな。ただ、マリーカ全然とボタン押してるだけだから。マリーカ結構なんか、出たばっかりの時はみんなそいつぶち切れてたね。ここが長いからね。うん、あと減るからね。そうまあ、慣れだと思うけど、俺も初めは結構苦手だった。今でもまあ、得意ってわけじゃねえけど。ああちょっと迷ったんだよ。迷ったろうね。何やるか迷った。マハラギダインやるかどうかみたいなところ。うんね、やるべき。リマハラギ。マハラギダインやるか、多分あのガーキラギを残して。残して。置き攻めするかみたいな。そう迷って結局中途半端になっちゃった。そう話しちゃった。つい話しちゃうんだみたいな。ゆくやさん今開幕決断しジャンシード。あれだな、やってみましたみたいな。やりたかったね。ちょっとやりたかったんだみたいな。かわいい。テヘペロ。今の人だと超減るからね。そうなんだよな。絶対は。あー、でも、から、今日ついてるから投げ食らった死ぬって。そうそう。これはね。なんだかなと思いやってて思っちゃうからダメなんだよ。それでも何も感じないようにすれば多分もっとマシに戦えるんだけど、わかんねえな。俺レッスンに関しては俺の時は超有利だから、まあ超じゃねえけど有利だから、なんかあんまりなんかねやりたい方でされてもしょうがないみたいな。ああ尖られちゃった。ボヨン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 、多分何も分かってないよってダモスさんが多分アンケツアージャンシー山くんに石カウンターこれめっちゃ痛い。まあ、石カウンター立ち、しゃがみくらいだしね。しかもしかも腰切れてね、切れてる。だからうまい、もしないかな。開幕は開幕と俺の一戦はねあんまり動かないから、後ろ歩きしてるかな。しゃがんでるか後ろ歩きしてるかな。別戦はタッチガードを読みがちだって思えるかどうかだね。そうだね、ガード次第でとりあえずね、そのあと続かないから。タッチガードした後に、たくられるって思ってると、別にやってたから、あれもタッチガードしたから、なんかしてこいみたいな。早くタッチで息減らせよみたいな。わー、おぉ難しいな、でもな、あの状況。あ、死ぬ、死ぬ。マーキルを、ワンワンしなくてよかったんじゃないか。ワンワンしないとダメか。ワンワンしなくてもいいかもしれないけど、まあ。なんか見せつけ的なと。ダモスさんのコメントするような気がするけど、読めないことにしてみんなが通るんですよ。あー、ムーミンか。ムーミンさん、あれ、エリザベスさんどうなんだろう。でも、ちょくちょくね、曲げてるような気がするんだよね。うん、今、曲げた方が落ちちゃってる。あ、漏れていく。あ、名前ある。ハマー幼稚園。ハマー幼稚園。うまい。まあ俺は竹内関係わかんねえけど、俺もわかんない。あ、聞くのはめんどくせえって言ってたし、肉屋さんに聞いてみたら、レスの新キャラだよって言って、一番が番長。番長がビスだ。番長の次に知恵が来てる。知恵に来てる。
ハイビスクマン。そうなの。俺腹減ったんだけど、腹減るとゲームできねえんだ。コメントが。コメントって飯食ってこう、飯買ってこうか。つだ、あれはなんか買ってきてよかったんだけど。飲みが待たなくなっちゃったら3位かな。飲みすぎでしょ。あ、ついでに飲みが出てくる。へぇ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 。飲めるよ。うまいっていうか、18番が兄貴っぽいコメントが。暴れんなよ、兄貴のようなのが。あ、来た来た。でもしょうがない。今、でも縦当てればどうなのってぐらいで。さっきのあの C ヤギ、B ヤギに縦合わせたらもうそうだ、M 版縦が少ないからね。確定場面はもっとこれうまいんだよ。これうまいっていうかね、これだけでいけないんだよね。通常時に右の後に大丈夫中間 A がちゃんと見えこないこれは見えない、見えないね。ああ、知ってる。着地ホバー B は無理だよ。お前ってバスハマってないし仕方ないよねっていう。そう、俺調べてないんだけどね、かっこいいね。なんだって、なんでかっこいいんだろうな。ちょっとゲーム早いんだよな、キャラクター結構。エリザベス、ランディスは立ち絵立ち絵で2段目だけ勝った。1段目で3つ切って2段目が勝った。死んじゃう、これじゃん。マジさ、モラルのない技だよね、メギドファイヤー。あ、マジ、しゃがみくらいマジ。2ビフとこれが怖いからあんま吹いたくない感じなのかな。あ、とにかく事故ない。みんなじゃん。ドーン。だって、その前で、それまでに2400しかやってなかったのに。王者の嘆きを考えて、個性的にどうやったら A 連まで、締めまで入るかなって、そういうの計算してなかったなって。真面目か。テイガーはね、いかんよ。ブレイブはね、初め対戦しちゃいかんキャラがね、4キャラくらいいるから。ちゃんとね、できるようになればね、それがそこそこ面白いゲームなんだ。頭が当たらないは、まあ、別の話で、面白いゲームではあるから。男子死ぬとき、俺、熱帯だとあんまり画面見てない。見るとね、ミスるから。男子死。男子死はもう、俺の体感を信じてやった方がミスらない。画面見てタイミング測ると 100% ミスるんだ。まあ、でも、箱だったら、あんまりミスんないかな、多分。やっぱタイミングに響くのがいいからね。この辺はそんな気にしないで。4キャラどうだろうね。まあテイガーは絶対ダメだし、あとアラクネもダメ。あー、アラクネはもうそもそもアラクネに対戦してるって大体初心者絶対ねえから。そうだね。アラクネはね、バックステップが絶対枯れないからね。初めはね、うん、初めかするのは絶対無理だね。絶対勝てない。まだミュードかはいいんだけど、あとカルルもダメ。カルルは一生リバーチャされて負けるから。一生追いつかれるんだ。まあ、その3キャラってバカな。はじめは。上手くなればね、やった方がいい。上手くなってからやった方がいい。その方が楽しいと思う。B4U だとタンジとかエリザベスだね。B4U はね、エリザベスは、あとシャビ。シャビだね。タンジとエリザベスとシャビは、ある程度上手くなるまではあんまり気にしなくていいと思う。負けるエリザベスなんか最近では多分機械感しか多分残んないと思う。エリザベスは多分知らないやつ絶対勝てないから。絶対勝てないよ。一番勝てないからと思う。あのボディークだって終わりのかで、ボディーに対してどう読み合うか知らないと絶対勝てないし、読み合い方知ってても運が悪いと負けるから。おいしい。あー、今のボディーシーンだね。メインチャインさ、ボディー見てからゲーダジャンシーンとか合わせてボディ見てからテラジャンシー。テラジャンシーできなくはねえだろうけど、確定すんの。いや、確定してカウンターしてチェンジコンまで行く。マジで。私もできんの。あのボディ結構硬直ないよ。いやいやいや、できる。だったらボディ見てから冗談言ってそうだな。さすが夢のリアル。来月の人はね、まあね、煽るとね、怖いからね、俺は絶対煽らないんだけど。誰だよ。あの、69番の。この来月の人は分かってるのか、どうか分かんないな。結構やってる人でも。読み方さん分かってないんですか。結果です。やってると思う。立ち回りは分かんないけど、あの、C ガードした後の対処法をどんだけ安定取ってるかっていうのが。そうですね。
あー、バカやんか。リュウはね、まだいけると思う、うん、あれはなんか近づけば勝てる。今のは仕事、うん、オンディアがいなくなっちゃう。強いアイリス、まだですか。知恵側楽しいんだ。知恵側楽しいだろ。ミツルはだって嫌でしょ。なんか振るたびにさ、ミスとってさ。めちゃくちゃ楽しい。俺は別に知恵きつくないで、好き嫌い決めねえから。もうなんか、知恵ミツルはミツルが護衛に絡むと段階で、すげえ強調するの。そうだね。しゃがみ絵で護衛をつかされて、そうすると出し絵がほぼ確定みたいな。当たる、ガードするのか。下手すらね、当たるんだよね、しゃがみのが長いから。あるある、いや、番長使ってもよう当たるから、あれだし立ち火をね、とんでもない地下も追い込まれるからね。すげえ投げんだ、あれ、ユキコと比べてもね、超投げんだ。そうだね、ユキコはなんか、前線なのが遅いからね。チェイより、チェイは多分あれ、2か3でなってんじゃないかな、そこ早いあれ。おう、じゃあ、そうなんだ、助けなくてちゃんと走るよね。西フラグって何なの？知らないんだけど。西フラグが立ってるとどうのこうの。知らない。なんか発生するとボディのダメージ、ボディのダメージが上がるみたいな。なんか猛者のダメージが上がるじゃなくて。西を当てた後に、ボシーと猛者を当てる、ボシーか猛者を当てると、ダメージが 1.2 倍になるんだ。そうなんだ。それはあの、なんかそういうのある。ムーンスラッシャーをすかした後に、あのね、ストームグリーンが当てるみたいな。完全に老人の発言が。老人の発言が出た。老人すぎる。パワーマックス寸前で、あの、ムーンスラッシャーすかして、パワーマックスにして、ストームグリーンがすると 9.8 割減るから。9.8 割。死んでるじゃん。なんか直前の技の確かダメージなんだよね。そうそうそう。昔はそういうバグみたいなのあったからね。ウーンスラッシャー斜め45度でカウンターすると大変なことになるから。死ぬ。だいたい死ぬんだ。だいたい死ぬ。ハイデルの話だと画面が真っ白に。ほとんどの人はついてくれないんでやめてください。バージョンアップしたけど、アイギスだけは許されたね、あれ。アイギスは、一応ね、盾が弱くなったのかな。いや、強くなった。いや、違う、押し合い判定がなくなって、強くなった。強くなった。強くなって、橋さんが言ってた。あれね、書き方がなんかよくわかんないんですよ。花村と逆ギレとかで取られたもんね。あ、暴れおった。暴れおった。花村と逆ギレと盾がせめぎ合って、目の前に着地しちゃうらしいんだ。花村逆ギレ取られる。だから花村がかっこよかったけど、かっこ悪くなったけど、かっこ悪くなった。だけだったのが、勝ち方が、勝ち方がちょっとあれだけど、身を清めて。なんでこんなホモが湧いてるんですかね、このコメントは。さっきまでさ、すげえコメントしなかったんだ。なんでこんなにホモが湧いてるんですかね。またホモが湧き出した。ホモね、いや、多分ね、3人ぐらいいるよ、これ。3人ぐらいいるよ。まだ実がホモと聞いてるな。もうホモとしか盛り上がらない。いや、さっきも言ったけど、今日だけだよ。コメント稼ぎがうまい。3人で死ぬから。お前ら、こういう声の話してるんだよ。ファッションホモは多いから、多いからなんとか言ってるけど。言ってるのが現実だからね。いや、違う、あれ、トモノリだよ。あ、これ、トモノリなの？トモノリ。あ、そうなんだ。これ、トモノリだよ。トモさん、トモノスケさんも小手半なの？いや、トモノリさんの小手半、うん、だと思う。うん、俺ずっと、のすけの方かと思ったの。店員の方だと思った。のすけね、なかなか来ないよ。小物乗り。あ、ダモスさんが追っていくわけだ。ダモスさんが追っていく。小物乗り。名前が小物乗り改変しやすいから。でも、小物乗りやっぱちょっと語呂がいいよ。うん。安易なほぼネタは許して、じゃならない。間違いないでしょ。発祥ほぼが多すぎるぞ。俺もそう思うよ。俺みたいなのは本当の方はリアルバケが怖いから嫌やな。知らねえよ。おめえ誰だよ。これ外せろよ。本当誰かわからねえ。ちょっ
嘘つけろ。ホモ放送がなんかランクインしたとかなんか変なのが出るし。ランクインしましたっつって。ホモの話題だけで50位。ホモの話題だけで50位になりました。ホモもちょろいな。ちょろいな。ちょっとホモっとけ、ホモって言っとけばな。ニコ動ほんとホモ流行ってるよね。どの動画にってもホモのさ、なんか、陰謀中的なネタが多いよね。多いね。でも他の生放送行ってもやっぱりね、ホモなんで。あれ、なんかね、ちゃんと見てんの？あの、マラソン用のデビューって超つまんないよ、あの映画。あ、俺ちゃんと見てないんだよ。つまんねえんだ、ほんと。最初のやつ全部見たね。完全に思い出せんじゃん。最初のやつでもね、いろいろシリーズあの手のなんか怖い、あの手の AV は見たくないんだ。あれ、あるじゃん、結構。なんかインランテリベアとかさ。あの、でもね、あの、ビリビリ、ビリビリが面白いよ、マジで。ホモテタグつけときました。それはやめてください。エリザベスとユキコもホモっつって。なんでやねん、女やろ。全部ホモみたい。全部ホモじゃねえか。兄貴動画すげえ好きだけどな。あ、それファーよく分かってないんだよ。んそれはなんかで俺見たよ。パックパックじゃないの。あ、そういうことかな。ファーってなんか驚いた時に驚いた時に使うやつだよ。あ、とかじゃなくて、あ、すげえガードした。ギドラはキングギドラとか好きだね。俺ケツドラム系結構好きなんだよ。あれね、面白い。シュールなんだ、すげえ。農場系のケツドラムとかなんか毎日やって笑った。普通の AV じゃねえんだもん、なんかおかしいんだもん。いやー、もうここはやめようと思って。完全になんか、万が一初見さんが来たら勘違いして帰られる。今なんかタグが仕上がってらしいんだけど、タグはどこで感じる。タグはね、どこで見れるこれ知らんもん。普通の放送で見ないと分かんない。だよね、普通の放送で見ないと分かんない。それなんかもうこうやって初見がね生えていくんだよ。まあ、俺はまあキャラ的には番長って決めたけど、サブでダベスやろうと思ったけど1日でやめたな。本当にベスは勝っても疲れる。あの、ね、150点ぐらいやったけどね。100点ぐらいやったの。やっぱ、あ、そうか、タイムリリース好きだもんね。そうだって、もうおしゃべりじゃないよ。全然こいつ遠距離でね封殺するキャラだと思ったら全然違ったからやめた。あのね、むしろぐちゃぐちゃするキャラだったからダメ。俺チームそれが嫌でやめたのに。真田ユキコはやっぱりユキコ有利って聞かれてるよ。真田ユキコは、でもさっきチラッチの話を出たらしいな。ユキコ有利とは言われてるけど、あのだって全キャラに天候不利とかじゃねえの。なんかダイヤつけるのめんどくせえんだな、あのキャラ。なんかね、真田とカルビはマジでダイヤつけづらい。ほんとにきれいだよ、あれ。普通に言うとね、多分普通に考えたらユキコ有利なんだけど、だからその、なんだろうな、人読みの部分が大きくてさ、いろんなもので いろんな場所に割り込んでこれ来るから、真田側が。そうだね、だから。あいつら開き直ってるもんなんか。おかしいね、そこ。強えんだ、それが。一応全部に正解みたいなのが、ね、用意されてて、それ通されるときついんだね、確か。そうだね。体力1万のやっぱね、ずるいよ。やる。ミスが結構許されるの？会長もポンコツ削除されろって言ってよ。知恵使いはさ、真田にはあんまり文句言ってるの聞かねえけど、アイギスほんと嫌いだよ。アイギスは怒ってるよ。いやでも、まあね、だってギャグ切れ下げれんだもん。今日のこっちがやれば。そこが怒りポイントなんだ。怒りポイント。なんで知恵使ってんのにガードしなきゃいけねえんだ。おかしいだろ、みたいな。ガードしろよ。いや、知恵使いほんとガードしてんだ。リバサ 5A か、リバサ 5A か、クイックエスケープか、逆ギレの3択しかねえんだ。ロモリジャンシーとかできないんだね。立ち合い暴れとか。そういうのが許されてないんだ。そうそうそう。え、知恵使いってガードしてたの？って思ったら、まあやっぱりダモスさんの米だったって。やっぱりなんかここで。やっぱガモさんはね、戦争の火種をいずれも投下してくれるっていう。ギサメさんはね、あれはちょっと人類になってるからね、知恵使ってますね。あれはね、なんかね、6から13だっけ、上がり幅。6から12、ね、12は見たことある。で、俺箱の方はなんかランクマ配信してたら YC さんに絡まれて。あー、やりたくない。YC さんに絡まれて。でもまあ、今からやってもやっぱり1ずつ増えていくっていう、細かく増やしながらやるっていうのもありなのかもしれないよ。まあ、でも、お子さんが配信したらいいのかな。ああ、はいはいはい。もう配信する。箱でランクができるんだったらやる。できねえから。ただ、サブキャラでプレッシュ3やってもいいかなってさっきも言ったけど、まあ、伝説タイプあるからサブキャラ使ってる暇ないんだよね。あ
あの、私は早めにキック取れたら、あと次はいいけど。キック取れたら、ね、スカルガーズやってる。ギルティギア !8 やべえ、あ、しばらくしゃがんだぞ。すげえ。ギルティギア早うみたいな。ダークマ配信は7月ぐらいですかな。8月かな ?8 月初めぐらい。ああ、ありゃ。あ、わかりますね、バーチャー勢の方。俺もね、ブレイブルーのダインやったけど、あの、曖昧さがいい。あ、カマーさんはダインの方がいいんだ。俺はダインの方がいい。ただ、なんだろう、ブレイブルーは 10段の次が11段だったからがっかりしたけど、ダインの方が曖昧でいいね。だって PSR たかが2減っただけなのちょっとイラつくんじゃない。今、最高が18段。そんぐらいあるのかな。20段まで行ったらなんかこう、免許改伝とか。そう、いい加減ね。あの、なんか来年あたりで俺40段だけどみたいな感じの話をなんかしてそうで怖い。そしたらさ、まず、サードシステムがね、関係的には割と弊害だと思う。わかる。俺ウニやった時ね、解き放たれた。解き放たれたよね、あれ。もうあんなニコニコしながら100円入れたら久しぶりだよ。いいことと悪いこと両方あるかな。もう足してエネルバッハがいつものように暴れた瞬間100円入れたから、ね、あー死んだみたいな。私の戦闘力は53万なんです。あれ18段のジンではねえんじゃねえかな。大体ジンって言ったらあれじゃないの、あの人、鉄兵さん、鉄道さんか、辻川さんとかじゃないの、うん、辻川さんお顔が使ってるんじゃないの。 PSR はね、やっぱり初めのあのなんかすっげえ増える時期があるじゃないですか、ね、あれがいらん、あれがいらん、あれがあるから運になっちゃう。あれがなかったらいいの。そういう意味では、まあでもストフォーの BP とかも青天井だからね。あれいくら金入れたかげだから。あ、でも本当のストフォーの時の孫さんは超強かったんでしょ。あれは超強かった。70万アパカぐらいいったわ。70万アパカ。俺は20万アパカで終わった。20万アパカも相当です。20万アパカ確かね、18ぐらい。あー、T4U で。PSR800 です。バーチャで。ダイは小村髪。なんて言うの、トモさん詳しい。俺はやばい、多分。俺もなんか、ブレイブルーとかもさ、なんかあればいいの、アイテムとかね。奪い合いとかさ。有名な女の子でも、作戦正義がどうもこう、すげえコメントがなんか、でも多分その話題は結構ね、やばいやつだと思う。危ない話題で。おお、ボブさんしかやってないよ。なんかね、さっきはボブさんいなかったからね、他の人も。あ、こいつさんじゃん。こいつさんだよ。でもそ、向こうも、なんていうか、無理さんしかやってないからね。まあ確かに。他のやつやれって話。まあ、って言いに来た、言いに来てくれたんでしょ。そう、マジで。いやー、もう僕弱すぎるから相手なんねえよ、もう。ラビリスの人、初心者みたいな。初心者みたいな。あー、なるほど、サブカがあるのか。たまに映すのか。あー、はい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 、はい。ロブタン見たいから嬉しい。応援してくれる人がいる限り、俺覚えて覚えて。ロブタンは戦い続ける。この 2枠前ぐらいでも、この D、大文字 D から始まる ID の人はちゃんとこう書いてくれてた。ラビッチがいらっしゃる。あ、だからね、俺はラビッチじゃないから。なんとも言うけど。思うんだけどね、まあ、ネットってさ、うん、やっぱ、キチガイキャラで名を上げるのってすごい簡単じゃん。ああ、そう。あの、体験者の方だね。そうそうそう。で、みんなやっぱ、みんな同じこと考えるから、あの倍率すげえ高いんだ。だから、で、結局、見てでも、みんな似たような感じだし、まあ、この人あんま面白くないなと思うんだけど、俺その中でもナビキチはマジでキチガイだと思ってるから、ぶっちぎりだと思ってるから、マジで。すげえすげえ、この指導はやばい。すげえ、あーっとすごい暴れつぶしが入った。なんか3ヒットしかしてねえ。すげえな、入った。すげえ、あ、しかもちゃんと本当に70番がコメントしてる。許せないよ。皆さん別に見てくないですか。あー、やっぱりかみたいな。あ、これは俺じゃないけど満たすからな。アンケート取ってあげたらいいじゃん。アンケート取ってあげたらいいじゃん。ちょっとトイレしてるから。君のアンケートハマってるだろ。やめろよ、お前のちゃんと空気読めよ。ならみたい。まあ、アンケート取るんでね、今からね。三田さんがいじけちゃうからね、あんまりいじめると。きっとみんながね、見たい見たいって言ってくれるはずだよ。
でもさっきぐらいの結果になったのかな。なんとも言えない。なんとも言えない。あのね、ネタにならない。レスはね、面白いと思うよ、結構使ってみると。これはあんまやる気ないし。原人じゃん。動こう。たまに来るじゃん、ドラクエでこういうの。いや、どっちが正解だ。あ、これさ、あの終了のタイミングも任意で決められる。まあ、ね、生主が。でも一人一回しか持ってないから。あ、そういうことか。あ、バース読んでいく。どっちが正解なんだ。まあ当然ハイが三宅さん GO ですよ。ライブ。ありがち。あ、ありがとう。慰められると泣きたくなる。出る。そしてボブさんはすごく真面目に考えてる。要はチレとかってやってること一緒でしょ、うん、要するにまあ前ジャンプ適当に吸うときだとジャンプ受けて適当に受けて勝手に簡単に死ぬってことです。あ、いや、ダブルピースお願いします。だから、あれ、今の場所は前ジャンプしない方がいいんだよ。松茸配信ね。松茸ほどご立派では。あはははは。いや、違うね。そのチンチンウプしたことないから。スラムダンクネタ好きねとかって、俺スラムダンク何やった、何使ったっけ今。えのき？やばかんない。アヘガのダブルピースの話もちょっと許せなくて、ラムダンクネタはね、一度も使えるよ。アヘガをダブルピースしてる三宅さんの写真が出てくるから。あとね、林さんの写真がなんかいっぱい出てくる。ちょっと、カスミラムさんも出てくるんだ。これはこっちさん、これカラーテミンタで動きも感じる。それはまだいいんだけどね。なるほど。職場バレしたら多分人生が終わるんだ。そこだけはちょっとね、体操守っていかないとね。ここはちょっとね、難易度高いよね。つまんないもんね。ほんとだよな。あの、ニコ生配信でチンコ出したらバンされました。会社にバンされました。ランキングに乗るから、ね。まあ、男だから乗らねえと思うけど。会社にバンされました。男は乗らないかな。女の子だとたまになんか乗るし。あ、そうなんだ。なんかやらかすの乗るらしい。たまに釣り動画。特定だよ、はよ。結構そういう際どいなんか動画でみんな競ってるとか。確かに。でなんかさ、ランキングに載っててさ、どんな兄貴の釣りなのかとワクワクしていたら、マジモンになった時のがっかり感はやばいんだよ。ちょっと釣りじゃねえんかいこれみたいな。どうでもいいわみたいな。本当にさ、そのなんだろう、まあ脱がなくても際どい系のさ、まあ下着でも水着でもいいけど、そのバク釣りでしょ。二段さん二丁目でよく見る。現実ですかね。いやまあ本館にはいるよ。新宿の本館にはよくいるよ。ああなるほどね。どこまで出せるかみたいな。そこまでしなきゃいけないようなレベルの人もいるらしいんだけど。お客さんの下着でバクテリトリプルメリドなんだろう、多分コメントが違う。え、今チェンジコンだった。いや、違う。なんだろう、愛され見た人。みんな起きてるよ。起きてるけどね。みんなすげえくだらない話してる。周りの人はくだらない話してる中、ボブさんだけが一人淡々で普通になってるから、なんかしかも結構負けてるでしょ。あ、監督さんのユキコ見たいですって言われてるよ。あ、じゃあいいね。まあ、はい、監督のユキコが見たいという、三宅は見たいって言われないけど、うん、落ち込むよね。三宅が家だったらそうなんですよ、こいつさん。三宅に変わるかって言ったら、見たくないって言うから、ボブさんが頑張ってくれたんですよ。酒は飲んでないっすね、今日は。このアイギスはこいつさんっていう、あのイノとミリアもすごい強いお方。イノは有名だね、ミリアの方がやっぱ。煽りのミリアはやっぱ、煽りのミリアは半端ない。三宅さんのユキコ見たい。クマが見たい。クマはね、クマちょっとね、うちで呼べるクマはいないかな。あれか、違うからね。
お、二代目夢って誰ですかっていう、なかなか際どい質問が来た。際どいね。際どい質問が入ります。際どいのか知らねえけど。いやでも小座りしてた、マジかよ。だからなんだって感じだけど、三田さんいたんだ。三田さんのチンチンみたいだって。それは個人的にやってるから、二人の間で。小池さんはさっき女の小座りしてたよ。クマはね、あ、大抵うちに呼べるメンツは大抵呼んでる気がする。うん、あやってないから、やってないけど、いやまあ別になんかペルソナ野郎じゃなくて酒飲もうで出てきて対戦するのはできると思う。コイチキックはアイアンセーバースカシジャンケジャンケ、おしげキックがアイアンセーバー、多分やってるんだけど、チエと100回対戦した後にゴリラって言うと思う。死ねえよこのゴリラで。ゴリラ使ってるか。ゴリラ使ってるか。そもそもそうなんだ、チエは合わなかったんだ。ぶっこまなきゃいけないところが多少あるからね。コイチ、コイチがこれでラストだって。了解っす。あ、マジですか。今回はなんか対抗戦かっこ笑いだけど、普通に対抗戦やってみたいね。あ、そう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 。まだなんか見た目だからなってるけど、もう完全にあれでしょ、あの対戦会みたいになった。なんかね、初めの3戦ぐらいまではいい流れだったのに、いつの間にかこいつ下がれんの始めたんだ。これで今日は終わったなみたいな。わざわざ来てくれたブリードさんとかもやってくれたんだけど、なんか気づいたらいなくなってたって。気づいたら関西に入りましたね。なんだろうね、なんていえばなんか5人ぐらい集めて、関西の田口軍団だっけ、田口軍団とかに声かけてみるとか。サウチュンさんってのは3対2するの好きだから絶対乗ってくると思う。乗ってくれればいいんだけど、なんかまあ小一さん家に5人集めてもいいし。ああそうだね。で、まあ、5対5のなんか2ライフ制みたいな、あ1人2ライフなくなるまでやれるみたいな、はいはいはい、でなんか好き勝手出していくのも面白そうなんだけど、そういう企画やってみようかなとも思うんだけど、やっぱめんどくさいんじゃないですか。そうだな、予選合わせのが難しいじゃん。まあそうだね、うん、まあ、俺は予選通りにトモクの受けの前に俺はタケノコ、キノコタケノコもやらなきゃいけないと思ってるんだけど。あ、キノコタケノコやんなきゃダメだね。どっちだっけ。俺タケノコだよ。あ、俺もタケノコだよ。俺もタケノコだ。いや、全員タケノコだよ。全員タケノコ。あれだよ。こいつはキノコなのか。これね、そのチョコチョコしすぎてるちょっと嫌なんだよね。タケノコちゃんとクッキーの部分があるから、あれはね、逆にそこが嫌なんだよ、キノコ派は。あ、まあ、キノコタケノコの話はまあ置いといてた。まあ、これ本当に戦争になるからね。一番危ない話題なの。おっ、やりおった。素晴らしい。最後に素晴らしい。かわいいよ。すげえポーズに食らってんの。ね、俺も思った。何やそのポーズみたいな。孫悟空がさ、ピッコロ大魔王を倒した時みたいな。ああ、まさにそれ。お腹が。